はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ここだな。どこですか。お前がお前イライラさせるもんで、ね、こうなるだろう。すいません。うんだ、ちんたらちんたら、まあ遅れずってお前、ボス怒るぞ。はい、先生。ボス怒るぞ。まあ、謝れよ。お前がお前言われて全部沈黙しちゃう。林と申します。お願いします。あ、失礼します。失礼します。失礼します。よろしくお願いします。お願いします。マネーを取らず社長が出てきて、はい、いい提案だったらお金貸すみたいな。で、こいつらがジャッジするんだわ。はい。で、それの虎の人や、冷徹の虎って書いてあるでしょ。ちょっと電話しろかなと思って。コラボ依頼。お願いします。こんにちは。お願いします。どうもよろしくお願いします。どうしました。なんか、塗装屋さんっぽくないね。あ、真面目な。髪の毛があれなんで。いや、今日は久々に。俺のことをこいつらって呼んだでしょ。ちょっとノリで。あ、小林です。よろしくお願いします。ちょっと名刺後ほど渡しますね。はい。あ、失礼、手の申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ、お願いします。あります。見ましたよ。はい、ずっと気は立ったままで。あ、お前今日申し上げますでしょうか。家庭のお上げのことにしません。どうしたらください。あ、すいません。こいつらすいません。お願いします。お願いします。お願いします。いや、コメント欄も実はですね、僕も半分ちょっと茶化しちゃったじゃないですか。塗り替え当時の社長好きだったけど、ナンブラって指にステージにして、こいつもう嫌いになったと思って全部削除しちゃったんですけど。上着どうする。あ、もう脱ぎどうする。あ、失礼します。で、おめえ、こいつらなんで。僕ら、ギョムくんって呼んでいただいたので、ネクタイもちょっと取っていただいて。あ、いいですか。はい。緊張するな。冷徹の隣になったら緊張しますね。動画的にちょっと絡み今のはどうしましょうか。お酒飲まれるんですか。僕は可愛いんで赤でかしこまりました。一緒のもので、はい、皆さん赤でよかったら、はい、ちょっと見るやつはボトルで下ろしてみましょう。自粛中です。はい、ビールでもいいんじゃないの。大丈夫。はい、水で大丈夫。いやいや、すごい気ですよ。もうだって僕3万ぐらい確か気づいたんですよ。あれと思って、で、マネーの虎みたいなの出てきて、で、3万おめでとうございますみたいなのにはもう4万。もうだって3日4日前に4万ですよ。もう今日5万いってんじゃないですか。僕今日5万で今300ぐらい。あ、もう超えたっすか。そうそうそう。でもね、結構やっぱこれ最初さ、ポッと伸びて、はい、で、全然伸びなくなって1日10人になって、はい、これ1日10人って言うと年間3600人。あ、はい、まあ、10万20万とか、これはるか昔の話、はるか彼方の話だね。はい、でこう来て、ちょっといけそうかなと思って、ちょっと落ちて、あれって思ったら、そこからズドンって上がったんだよ、ね。あれ入れてますか、スタジオ。そうそう、スタジオで見せてあげた。パソコンバージョンでも見てますよ。お酒を毎日飲まれるんですか。結構筋トレとかやってるじゃないですか。30年間ぐらいほとんど飲んでますね。365日飲まない日は一切ありません。それってよくないんですか。なんかあんまりお酒飲むと、飲みさも悪くなるとか、いいこと言わんじゃないですか。適応だと思うよ、僕は。あ、うん、あの、なんていうの、ベロンベロン飲む人と長く飲む人とかいろんなタイプいるじゃないですか。はいはい、僕あの、飲み屋さんにはめったに行かないです。特に女性のいるところは、はい、年間に 4,5 回かな。まあ、お付き合いでやっぱり行くときあるんだけど、はい、普段行くの。女の子好きじゃないですか。女の子好き。これカットしないですけど。でも若いですよね、やっぱり喋ってても。いや、まあ、あの映像だもんねかな、はい、まあ、年齢とか聞いてて、はい、こうやって喋ってみると、そんなに見えんのかな。年齢知ってる。うわ、お前知らずに来たんだぞ。おじいちゃん、この後もゲボキだよね。ここなんか入る。あ、もう出てるよ。それだったらもうちょっとコピンってやるだけで痛いですね。いや、まあまあムキムキですよね。そうだね。ちょっと今コロナで緩んでるけど、はい、普段ムキムキ。ジムとか一回パーソナルランナーやって。それもまた、もともとっていうところは、うちのトレーナーを引き抜いて1号店を作ったんですよ。そこの社長さん。あ、お店ですか。そう、だからうちのパクリなんですよ。あ、そう。
そうなんですか。そうです。もともとはあのパーソナルトレーニング系のジムのパイオニアなんですよ、僕は。あ、マジっすか。名古屋で最初、まあ、とある人と出会って一緒にやり始めて、はい、まあ、それでどんどん全国展開して、はい、そしたらその、あそこの会社の社長が来て、はい、でトレーナーを一人引き抜いて、はい、っていう1号店を作ったんですよ。はぁ、マジで。でも一気にバーって。そうそうそう、まあ、向こうはね、やっぱり宣伝がうまかったんで。なんかちょっと YouTube でもそう言ってましたね、うん、まあ、自分たちのことは本当はめっちゃ言わなかったけど、まあ、あれもうまいよねって、まあ、どっかのやつを上手にやって、まあ、彼が結構やっぱりその元々がそういうことに長けてたんで、うん、そうなんですか。広告が長けとったんですか。宣伝力があったね。でもなんかローバーとかなんかいろいろ YouTube 見さしまって、結構そういうのなんかすごい考えてますよね。どうやって、その僕もさっきちょっとあの、ああ、総合が安くなる、家賃が安くなる、なんか面白くないかな、はい、ちょっとだいみたいな、なんかあったじゃないですか。うん、やっぱ普段、今でもやっぱそういうこと絶えず考えてるんですよ。今、例えばこうやって YouTube 作ってるじゃないですか。はい。やっぱりさ、僕あの、自分でやるのが大好きなんですよ。ああ、はい。例えば沖縄でレンタカーやってて、はい、よくあの、それ何番さんもやられてるんですか。もう売っちゃったんだけど、はい、結構ね、最初本当にこじんまりともうちっちゃなレンタカーから始めて、はい、一応沖縄でね、出発台数が1位になったんですよ。1日1000台出発するぐらいのレンタカーになって、僕はあの普通の名古屋の市バスぐらいのバスが、別の送迎バスがあって、はい、あれいつも運転してて、はい、あ、名古屋さんも運転してたんですか。そうするとよくわかるじゃないですか、お客さんの声がさ、はい、例えば何か食べたよねとか、はい、いっぱいお客さんが乗ってる時は無理だけど、少ない時に何食べたいのとかって言うと、はい、沖縄のそばが食べたい、これやっぱ外せないねとかって言うと、じゃあうちのすぐ近くの石宮風そばがそばランキング、はい、インターネットナンバーワンだから、はい、そこ教えてあげるよって言ったら、え、すごいね、ありがとうねっていう、そういう、はい、まあいろんなところがあそばもの観光客とかともずっと喋っとったんですか。そうそうそう。何年前ですか。いや、ついこの間まで。それは、ね、結局もうあの前のドライ出た後ですよね。そうそうそう、最近ってことは最近最近。ああ、すごい。現場に出て、だからそうすると、うん、まあちょっと食べながらです。もうだって下手したら抜かれちゃうんですよ。ちょっといや、いいタイミングだったなと思って、俺も、うん、まあ、半分、まあ、こういう形したらあれなんですけど、まあ、値段も困るじゃないですか、はい、そういう中で2人で、それこそローソンで2人でどこか行くか、現場どうしよう、足をって言って、はい、で、あ、これ面白そうだなって、もう最初からカメラ回しとったんですよ、うん、まあ、ダメになったらまあダメにするつもりで、うん、もし本当に連絡取るか、まあ、電話で一言喋らせてもらえたけども、はい、まあ、ネタとしては使えるじゃないですか、うん、で、まあ、素材残しといて、なんかあったぞ、危ないまさかこうやってアポイントいただけるとは、まあ、そこはさすがだなっていうか、うん、その会ってもらったことがなんか僕らがすごいとかじゃなくて、うん、感度高いなっていうか、はい、普通相手しないじゃないですか。もうクラスも全然違うし、うん、まあ、YouTube なんかもう見えてきてる世界で、うん、まあ、これが全然 YouTube うまくいってないっていう人もいる中で、うん、まあ、それだったらちょっと会ってくれるかなと思うんですけど、一定うまくいってるんじゃないですか、うん、でまだ短いですよね、やり始めて。最初は実は言うと4年ぐらい、はい、3つ4つ動画を取り込んでたんですよ、はい、で全然その後見てなくて、はい、なんかこう、要はストレージに入れるぐらいの感覚で、はい、こういって取り込んで、はい、ただつい最近見たらなんか80万回再生してるんですか。なんだそれって、はい、しまった、あの時真面目にやってきてヒカル君に負けれないなって言って、ね、はい、でもまあもちろんそのテレビの影響とかも今すごい薄らいでて、はい、まあ、昔はさ、それこそ本当に歩けばみんな声かけてくるみたいな感じだったけど、まあ、今なんか誰も振り向かないじゃないですか、はい、やっぱそうですか。それこそあのマネトラの前に僕いろいろテレビも出てたんだけど、はい、やっぱり当時の金曜夜8時のゴールデンってすごくて、はい、もうとにかく電車でこうやって座るじゃん、はい、だからさ、全員がさ、当時のこれボーダーホンみたいなのシュッとこっち向けて、はいはい、これ全員俺の方向いてるから。あ、そうですか、ケイト。カメラ、あれあれみたいな。写真撮るんだったら撮るって言ってくれやら別にポーズで撮るよと思う。ああ、そういうことですね。あ、隠れてこっそり撮ってるんですね。新橋までトラモンから歩いていこうとしたらさ、はい、こう途中で握手をさ、20回ぐらいしないと、その10分ぐらい歩けへんのよ。
だからまあそんな人気はもうなくなっちゃってるんで、はい、まあ、そんな中でずっと YouTube 始めたのが8ヶ月前なんでね、はい、で最初の2ヶ月ぐらいあんまりこうちょっと何だろう、はい、ちょっとまあどうやってやればいいのかなみたいな話で、はい、だから最初からこうスタートし切れたわけじゃないんだよね。あ、でもやっぱ僕なんかそれ、僕もなんか最初本当に仕事が増えたらなるような感じでやり始めて、やっぱ自分で失敗したんでここはいかんよっていうのは、うん、やっぱ今彼らに企画で考えさせるんですけど、はいはい、やっぱそこ入ってくるじゃないですか、うん、やめとけよっていうのを取ってくるんですよね、それを買って人金出して行ってこいよって言ってくるんですけどけどやっぱ自分でやっぱり やるってすごいビジネスって、まあ、僕はそうだなとさっきも思ったんですけど、バスの人ってやっぱさすがだなって僕やっぱりその現場タイプなんで、ね、はい、うん、で結構冷徹のなんか YouTube でも見てるとやっぱ、うん、静かに喋るじゃないですか、うん、なんか結構なんか分析とかいろいろされて、うん、もうパッてやるんかなと思ったらやっぱ泥臭くじゃないですけど、うん、現場走って汗かいて、そうそう、結構そういうタイプなんですね。まあそういうタイプで必ず会社を大きくできるとは限らんけどね。ああ、うん、どうぞ。あ、もう入っとるよ。いや、しないわ。ごめんなさい。ここで食ってる場合だな。そう、俺で食ってるじゃないか。優しい。怖いかな。なんか怒るじゃないですか。うん、なんか、そういったらさ、意味わかんないですね。なんで怒られてるかもわかんないし。今日でも店、どっか分かってない。俺がまた調べなが。でも、調べるかなんぞって言うんですけど、え？みたいな。今の若い子はそういう生き方になってきちゃってるよね、はあ、日本狼どころか羊どころかさ、あ、そうですよね、なんかね完全に守られて、そうそうそう、こちらなんか言おう思うなら、うん、まあ、YouTube でもそうですけどコメント欄が、うん、はいはい、なんか働いてやったっとるんだっていうのじゃないですか、うん、まあ、そうですよね。それどころか、まあ、例えば残業でもさ、なんか5分4分の残業したら残業手当つけてくださいとか、そうですよね、まあ、労基もそういう感じだし、感じですよね、当たり前のきっちり1時間必ず休みましょうとか、はいはい、そうですよね、別に遅刻してもさ、はぁみたいな感じで、はい、そうですよね、そういう時だけは何も言わんのに、そうですよね、いや、あんなに僕、本当に今日お会いして、なんか、本当にいいですけど、まあ、カメラ的にもそうですけど、やっぱ経営者なんだなぁって、なんか、頭良くて分析して、なんか、その将棋盤差し取るじゃないけど、はいはいはい、そういうところがあるんだろうなーって思ってますけど、あ、そういうイメージ、うん、すごいね、視聴者も皆さんだと思ってると思いますよ、そういうイメージですか。いや、超冷静、なんか怒ったことないんじゃないかって、ちょっとガッて見るだけで相手を黙らせるみたいな、うん、オーラがあるっていうか、抜けてどっちかってわーみたいな、怒る前に殴ってるもん。現場の、本当に現場の最近はそんなことはないけど、昔はそうだったよね、本当にね。あんなに大きい声とか、それで荒げることあるんですか？声を大きく出すことはあんまないね。ああ、大体どうですか？手が出る。手が出る、手が出る。手が出る、足が出る。まあでも、正直昭和の頃はそれが普通だったから。あ、でもそうですよね。そう、僕らもそうだったし。ごめんね。なんか、そうですね。僕がちょっとやらかしましたっていう感じで。そうですよね。で、例えば子供の教育でもそうじゃないですか。今殴ったらさ、もうとにかく頭叩いたら首、はい、あ、今そうですよね、首だよ、はい、ビンタって何回食らったの？何回もさ、投げられてますね、しかも頭上がるやつだ、体育館、いや、みんなが、あ、今でも覚えてますけど、まあ、体育教師で、うん、まあ、本当僕らの時代、まだ市内持っとったんで、パーンパーンって殴られて、みんな、俺も来るわって目つぶっとったら、うん、僕だけ、あの、背負いされましたからね、でもそれでも先生、僕らがやったことが悪いから、あ、そうそうですね、もうやりませんって感じです。でもそれだけ教師も本気で来てくれてましたよね。今って多分なんか、まあ、お互いにだと思うんですけど、まあね、時代もそうさせたのかもしれないですけど、会社でも、まあ、ちなみにこれ晴れたのは僕が殴ったんですけど、それ動画にして、はい、今日ちょうど公開してるんですけ ど、ね、あの、まあ、今日いい学びになるかなと思ったのは、あの、酒癖が悪いんですよ。本当？じゃあ飲んじゃう。で、まあ、僕と飲んで僕に体がしないんですよ。だけど、その、まあ、外で飲んでお調子者なタイプ、気がちっちゃいタイプ、僕も女よく似てるんですよ。恥ずかしがりで、
なんで、あの、人と喋るのにお酒飲まないと喋れなくて、さっきからめちゃめちゃ喋るんですよ。恥ずかしいです、怖いです。あの、師匠しか知ってます。めっちゃ ビビってんじゃんって恥ずかしがりなんで、で、彼の気持ちもすごいわかるんですけど、まあ、今回やっぱり YouTube で有名になってきて、チヤホヤされるんですよ。まあ、行って、僕らも初めての春みたいなもんじゃない。そうです、はい。宇野宮行っても、その錦行っても、ちょこっとチヤホヤされて、あ、見たことあります、写真ですかとか、勘違いするじゃないですか。僕はまあ行って、まあ、その失敗も志向をやって、まあ、43年、傾斜15年、6年やって、その最後の、やっぱ僕もどっちかというと、アクセル踏んで、バーって突っ込んでっちゃう方なんですけど、だけど、やっぱ、最後のブレーキっていうか、うん、あ、2時、3時、あ、やってっちまった、もういいか、今日はやろうって言ったんですけど、これ3時で時計すら見てないんですよね。で、昨日もまた5時、6時、もう殴られた後ですよ。うん、また5時、6時まで飲んで、今日朝の撮影ぶっちぎってるんですよ。本当だ。いかせちゃうんですよ。どうなせちゃう。これが反対側殴るとちょうど、ちょうどバランスがいいんですよ。ただ、その、じゃあ飲むうんぬんっていうのが、教育業者とか知ってる会社関係と仕事のためだけど、もうその仕事にやっぱりもうのめり込んじゃってるんで、楽しいから、やっぱその人たちと本気で酒飲むのが楽しいから、まあ、僕と飲んだりとか他の教育業者の仲間たちと飲んでるんですけど、本当に最近なんか週に1回ぐらい暴れるんですよ、飲み屋とかで。本当どう思われますか、こういう人間は。僕はまあ1回今月いっぱいで会社辞めろって言ってるんですよ。本当にちょっともうこれ一番前やってるのは、一回辞めてて、やっぱ知り合いにも相談してるのは、独立させて戻ってこなくなるんじゃないかっていうリスクと、あとはその、まあ、本当に戻ってきて社長でいいでやらして、まあ YouTube とかそういう SNS ビジネスいろんなこと考えてるんで、まあ一工事会社っていうのは任せてもいいかなと思ってるんですけど、その金額的なこと、できるできるの別に、さ、俺が知ってるすごいやつが3人ぐらいいるんだけど、はい、最初気づかなかったんですよ、はい、酒飲めんのかなと思ってさ、はい、で長く付き合っていくと、はい、やっぱ昔酒で失敗してバシッとやめたんだよね。あ、そいつらはそれだけの根性を出してやめてるんで、はい、やっぱりその後やっぱちょいすごいやつになってるんですよ。あ、そこやめて、本当にやめれたら多分すごいやつになれると思う。あ、でそれから10年経っても20年経っても飲まないんですよ。今も飲まない、もう一滴も飲まん、完璧に酔えちゃった。今やめないと20年後30年後どうなるかっていうと、はい、もう人間としてほとんどダメになってるやつが逆に多い。あ、そういうやつも僕よく知ってんすよ、逆に、はい、昔から酒飲んどってこうなって、もう大好きみたいな人、そういう人ってやっぱりそのどんどんやっぱ体も悪くなっていくし、あ、で透析になっちゃうし、はい、でも透析になって毒も行けんとかって言って、で結局僕らよりももっと若い年で死んだりとかさ、はやっぱ神様もどっか行っちゃうし、はい、まあ、一分よくちょっと小金持って金持って成功したとしても必ず破綻する、はい、だってそれさ減らせない。あ、そうですよね、年食ったら減ると思ったら大間違い。そうですよね、体より精神的なことで、もっと飲んじゃうから、で毎日飲むって言われても、じゃあそんなにもう全然ほろ酔いぐらいしか飲まないんですよ。僕はだからこのご飯の時しか飲まないんです。2軒目は絶対行かない。あ、そうなんですか。この後ステーキご用意させていただきますので、はい、ステーキと一緒に、もしくはガーリックライスまたは、何だろうか、特製ライスをちょっとご用意しましょう。会長特製なんですか。一応僕も炭水化物我慢してるんですけど、あ、はい、会長直接ならよろしいですか。行きます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。やっとちょっと爪痕残しちゃった。お待ちします。よろしく。はい、ありがとうございます。で今のなんかでもこの年で YouTube 始めたわけじゃないですか、本格的にっていうのは。たった8ヶ月なんですよね。そのモチベーションがどこから来て、どこに目的地があるのかなっていうか。モチベーション、よくみんなに聞かれるんだけどさ、俺のモチベーションという言葉は俺の辞書にはない、はい、なんかこう何かで上げなきゃいけないっていう必要はないでしょ別に。あ、もう今楽しいみたいな、淡々とこういろいろこう考えてさ、はい、やってるだけ、なんかこうモチベーションみたいなのがそうないんだよね。
だって YouTube 自体ものすごく面白いじゃないですか。やってても面白いし、やっぱり数字も見たくなるし、はい、例えばささっきまで何人だったとかさ、はい、分かります、一緒一緒。じゃあまだ新しいことも全然やってみたいなってもあるんですか。まあ、ただね、もう5000人とかいる社員って大変なんですよ。社員5000人いるとどうなるかっていうと、もう10分ごととか1時間のスケジュール全部スケジュール表に入れられて、例えば子会社の取引先の息子の結婚式に出てくれとかさ、はい、でもまあ人生ってやっぱこう一度しかないから、なんかこうある意味ここでちょっと、もうちょっとこうちっちゃな会社にして楽しいことやりたいなと、はい、10人とか20人ぐらい、でそうするとみんなで焼肉食べに行けるじゃん。昔社長もそうだと思うけど、はい、社員10人後の頃ってさ、焼肉行くぞって言われたやつに行ったらさ、はい、うん、うちの社員がさ、今でも覚えてるけど、社長今日で5日連続ですよ、じゃあお前嫌なのって言ったら、いやもちろん行きますよとかって、みんなで5日連続焼肉食ってみたいな、へえ、そういうのをもう一回限定会議じゃないけど目指してるっていう、いや、なんか畑が見たら YouTube だけ僕がすごい見とったんで、うん、でテレビも昔前の虎で、まあ、冷徹の虎って言われるぐらい、そう静かに、でも結構、まあ、熱いのは、まあ、見てもらうんですよね、やっぱ経営者の人、まあ、もう一応ちっちゃな経営者ではなくて、うん、やっぱあの時のこと、まあ今あれ結構残ってるじゃないですか、前の虎の動画が、昔のやつとか結構残ってますよね、うん、見ると、ああ分かるわっていうか、なんか僕も感じじゃねえっていう、だからその熱さもあるじゃないですか、今見てては、まあ、経営者だなってすごい思うんですけど、どっちかっていうと本当にクールタイプ、僕はもう本当にそれと思って、逆にそういう人から物を盗もうと思ってたんですけど、今日何かを。なるほど、残念だったそんなことやったことないですけど、あでも逆に僕はなんか、まあ、自分がやってると、まあ、間違ってるんではないんだなとか、なんか僕もその仮面ぶつかってるんですよ。どんな仮面ぶつかってるの。なんかその3階建ての仮面みたいな、そのリーダーがおってその下がおるみたいなところに、なんかうまく馴染めんくて、で結局何今やっとるって言ったら下まで降りてって平にもう直接来る。今業種によるけどさ、僕が言うのは、はい、例えば自動車屋さんだと30人の壁があるって僕が言うんだよ、はい、そこで責任を持たせて、はい、ちゃんと権限を与えなきゃいけない、はい、リーダークラスにとかですね、 でそれをちゃんと組織として成り立つようにしないとその壁が越えられないんだ、はい、うん、だからそこが結構、まあ山場で、まあ、そこでずっと多分もう 4,5 年戦っておるんですけど、まああんまり知らないから確定的には言えないけど、はい、権限を与えきれないですよ。あもちろん失敗するし、はい、まあ会社に何か影響を及ぼすようなこともあるし、はい、与えないと、完全なる権限を与えないと、もちろんここからここまでお前の権限を、でだからこの仕事のこういったことを達成しなさいってだけじゃダメです。責任ももちろんあるけど、権限を与えない責任って、それってさ、責任だけ与えられて権限も与えられないのっておかしいじゃん、はいはい、でも世の中の30人ぐらいの会社はみんな社長が何でも決めるんですよ。例えばさ、お宅の会社にさ、500万の複合機、プリンターとかの複合機を誰かが売りに来て、はい、お宅に一応なんか事務の部長みたいなのがいて、はい、そこのセールスマンとその人が一生懸命交渉してて、はい、社長は何て思うかっていうと、あいつバカだなって、あいつが俺そんなの購入できるわけないじゃんと思って。ああ、そう、まさにそうですね、うん、ところがそれをそいつが勝手に買わなきゃいけないんですよ。ある日社長が帰ったらそれを置いてあってびっくりするんですよ。これ誰が買ったのって言って、はい、マジいくらとかって言って、はい、いやこれは私の権限で月々のリースが10万円なんで、はい、で権限で買いました、これを買うことによって、はい、めっちゃ良かった、めっちゃ良かった。これなんか僕の動画でちょっと、まあ、僕はあまり水詳しくないんですけど、うん、3% かなんかね、アメリカは 3% しかない、プライム税のお水を、まあ、日本で入れられるのは薄毛ですけど、ありがとうございます。
合うんだよ。これでももつな、これもつですよ。ピーポンが取れるのって片側3枚とか4枚ぐらいな。ウィントのうちから、まあ、6枚とか8枚しか取れない。で、何トン、1トンぐらいですか。1トン分とか取らないけど、ね、このステーキが1トンで8枚くらいしか取れない。これが T になっちゃう。そうで、まあ、ヒレとサーロインのバランスを食べるといいよ、前取って。これのスペシャルライス、これね、俺が作った。お待たせいたしました。本当ですか、本当ですか。ナンバさんが作ったんですか。マジで作ったんです。これね、なんとサンタクロースこれ長靴、これ何か分かる。雪だるまです。これ、ね、失敗してたらこのナイフがブスッこれ真ん中サンタクロース。サンタクロースだ。早く出されるとこだったね。何でもさっきガッツ作ったんですか。今日ね、ちょっと YouTube でこれ撮ったやつなんですよ。え、マジですか。秘書に作らしたんじゃないですか。え、違う違う僕は何か連絡ないでしょ。僕はしか知らなかったですけど動画ありますから。へぇ、これはすごいですね。わかんのかよ。めちゃくちゃ柔らかいです。柔らかい。いや、これね、俺わからんけど、はい、肉だから。視聴者は別に肉得意な人には怒られるかもしれないけど、はい、でも、なんか、正直、ナンバさんにこう来いって言われたじゃないですか。で、あんま肉好きじゃないですか、めっちゃけど。まあ、焼肉とか好きなんですけど、安いんじゃない、ペラペラ肉が好きで。俺も焼肉大好きで。あ、そう。でも、ステーキって分厚いじゃないですか。きついかなと思うんだけど、なんかこんだけしかも火通ってるからうまくね。うまいです。これ、サラッとしようと柔らかい。結構、火通ってないと、なんか、ちょっと繊維もあるし、結構ぐち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 やらない。で、俺の寿司も。あ、えっ、これ、ね、手つけずに帰ったら後で会社にバカだ。僕はサンタクロースから行きますか。はい、サンタクロースから。僕、長靴から行きます。長靴から。あの、南原さんの秘書が作った違う。サンタクロース、いただきます。特製ですね。いただきます。うん、サンタクロースはね、ちょっとチーズとかいろいろ入ってる。あ、そうですね。これ本当に作ったんですか。あとで YouTube にアップする。うん、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 もう自分で好きなんだけど。はい、いただきました。ありがとうございました。いや、俺はもう本当に僕今日本当に一個は印象に残ったことは、はい、まあ、確かにこれだけその突破力っていうかさ、うん、瞬発力ある人って少ないかもしれないけど、まあ、お前を評価するわけじゃないよ、はい、評価するわけじゃないけど、バカでアホで酒飲んだらダメでダメなとこばっかだけど、はい、まあ、そこはあるじゃん、はい、なんとかしてこいって言ったら話してきて頭下げてきて時差でも何でもしてきてなんとかしてくれると、はい、で今のことで完全なになりなんかサラリーマンが幸せだよね、リスク背負ってダサいよねみたいな人たちって多いと思うんですけど、それは国力落ちるね。で、あ、国力の話はちょっと僕は分かんないですけど国力の話は僕は世界ではちょっと分かんないですけど、だからまあ本当にね、まあ、職人さんは本当最たるあれだと思うんですよね、うん、中学校の時にちょっとわんぱくして、うん、ちょっとやんちゃして、でも人から好かれるセンスがある人とか、ちょっと人と、あ、僕これみたいですね、いろんなことがある中で、もう本当に成功しようにとって、じゃあ頭がいいとか、なんかブレいっぱいあるっていうか、人どうじゃなくて、やっぱこういう人が成功するんだろうなって、なんかまとめてますか、僕。ちょっといつもよりコメントがまともすぎる。いつもの俺らしか全然違うね。
結構見ていただいてるんですか。でも、なんか、まあ、上々あの視聴者本当特にもう、まあ、バカって言ったらあれですけど、まあ、いい意味のバカ、悪くもバカで、なんか空気入れられちゃって、コロナの最初もそうじゃないですか、みんなもうコロナ出たらいかんだ、人と喋ること自体罪だ、いやリスク多少はあるけども、マスクして出りゃいいじゃん、何じゃん、いや、それは自己管理だよね、その一経営者が自己管理とか言うんか、お前らが全部やるのが当たり前だろみたいな、で結局こんな風になっちゃってるじゃないですか。でまあ多分視聴者って、まあ、本当にこれから職人で、まあ、本当に若い人たち、まあ、うち結構本当に年代も多いんですけど、30代40代結構視聴多いんですけど、ちょっと一言だけアドバイスいただきます。なるほどね、はい、まあ、今このコロナの時代で、ただ、まあ、時代の中でこうビジネスどんな形でも生き抜いていくっていうのがやっぱビジネスマン、まあ、社長たち、うん、つまりその経営している人たちの責任で、まあ、たとえどんな形にしてもこう生き抜いていかなきゃいけないんですよ。だって諦めたらもう死んじゃうし、例えばね、多少頭下げてかっこ悪いけど、その支流先に来月まで待ってくれとか、まあ、大家さんの家賃ちょっと負けてくれとか、まあ、そんなこともしてでも、とにかくコロナは絶対終わるから、そこまでなんとか頑張っていけば、逆にそのインバウンドっていうのがものすごくこれからまた、インバウンドってずっとこう伸びてきて、その伸びてきたやつがコロナでドーンと下がったけど、一回コロナが終わったらこの伸びの曲線がまた続いていくんで、多分大きい曲線になる。来年再来、まあ、僕の楽観的予想で言うと来年の夏、悲観的予想でも再来年の夏までには絶対になんとか回復できるんで、それまでとにかく経営者は生き延びろっていう。本当に俺今日本当に感じたのは、経営者の強さでもあるし、本当に なんていうんですか、その草の根かき分けて もう頭下げやなんとかなるじゃんじゃないですけど、もう本当にこんなことで信じそうないですよね。だからさ、俺もさ頭下げるの得意だから。いやこれでいいのすごい。土下座は喧嘩ただ。ノブルシュ2ケースが使えますかこれ。一応まあ編集済みはちゃんと送りますんであれですけど、土下座喧嘩ただですから。冷酷の虎が行ったよ、行っちゃったよってしまった。土下座は喧嘩ただ。本当に視聴者の人って、まあ、僕の印象すごい、そうです、本当に天才派だっていう人が、俺が言ったら説得力もないと思うんですけど、やっぱり冷酷の虎があの時からバシッて厳しいこと言う、なんか大きい声出すわけでも、もう手で投げとくかって言うわけでもなくて、でもバーンって、もうなんかリズムでいくみたいな感じの人が、やっぱ頭下げる機会ってあって、もう本当にでも僕本当にこんな、ね、なんかやっぱ面白くない時代で、借金とかお金とかで死ぬ必要はないよねってすっげえ思いますよね。なんでって、ベニスの商人じゃないんだから、はい、肉を切って返すとは言われないからさ、はい、別にそれはさ、人生はマイナスにはならないと、はい、借金が残ったとしてもそれはもうフラットだから、はい、まあ座ったまま大丈夫。いやいや、優勝ですよ、僕とは最初に。あ、でもそれで大丈夫です。ここで2人で語ってて、それはひどいやつだったんで。ありがとうございます。じゃあまた、お疲れ様です。ありがとうございます。マスクとこういうタコ、ピットに入れたの。あ、大丈夫です、それは。はい。じゃあこちらで。ありがとうございます。ありがとうございます。喋りました、一回でも。一回も喋ってないっすよ。すごい静かですね。初めて一回も喋らなかったっす。一応 YouTube 的には今から俺たち偉そうにしなかった。まあそうですね、はい、これからが僕らでしますからね。ちょっと怖かったな。まあ、せめてナンバーラスケったやつ食いちぎったのか。食いちぎったのか。食いちぎったのか。ナンバーラスケったやつ。恥ずかったやつですか。恥ずかった。
とりあえずよね、さあ、さあ、これこれ、あの、雪だるま、雪だるま、いや、僕思うんですよ、雪だるまじゃなくて、なんかお前そこカットしんぞこの恥ずかしいよお前は、そんなこと言うカットするな。じゃあ、雪だるま、はい、いこうと思います。ナスナスお前、カットしんぞ。うん、よし、よし、全部食ってます。食ってます。食っていいでしょ。食っていいでしょ。食っていいかな、これ。いいんじゃない。もう作ってくれ。あ、おはようございます。おはようございます。とりあえず秘書に連絡しろ。はい。南原さんの秘書に連絡しろ。全部食べていいんですか。手作りのお寿司美味しかったです。大丈夫ですか。これ全部食べていいんですか。もう一緒連絡直接しゃべれない。もう一回しようか。一回しますか。恥ずかしい。恥ずかしい。ちなみにやっぱその、まあ、会長じゃないですか、南本さん会長じゃないですか、はい、やっぱりオーラじゃないですか。そうですね、まあ、あのホールディングスの会長なので、私どもは子会社一応なる、はい、で、まあ、社長がもう一人おりまして、はい、代表取締役が、はい、まあ、私はあの取締役専務という立場。あ、専務ですか。まあ、なんちゃって専務。やっぱりこのコロナ禍でやはり現場で、はい、現場がないと成り立たない商売ですので、はい、やはり一組一組を大事にするために、もともとは接客担当っていうか、もう、はい、で生きてきてるフロアをマネジメントの方なんですけど、やはりこのコロナ禍で、はい、やはり一人が一つよりも二つ三つ四つといろいろとやっていかないと。あ、南原さんのその、まあ、今日いっぱいいろんな話聞いて、はい、その南原精神じゃないですけど、まあ、そういうのが入っとるんですね。まあ、生き抜いていけない、もう淘汰されてしまうので、うん、そうですよね、はい、もう俺はもうフロアだから、俺はこれだから、俺はこうだからってなったら、もう、まあ、ええわみたいな世界ですよね。やはりもう外食事業に携わっている以上は、お客様が帰るときに笑顔で、はい、また来るねって言ってもらうためにどうするかでしかないと思いますので、めちゃめちゃいいこと言ってました。めちゃめちゃいいこと言うから全部カットなんだけど、後ほどあの私の名刺を、はい、あ、いただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、あのありがとうございます。ソフトクリームぜひ食べてください。で、締めときますので、締めます。はい、ありがとうございます。そうですね、社員5000人とかいたし、なんでやろ、なんか T ボーンに食いちまうぞ。おい、カッシュ絶対カッシュ、まあ、しまー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 、これ殺されるぞ、そこまあ、うわ、埋められるぞ、わかりました、ちょうじめられるぞ、真面目られるぞ、お前多分さっきのナイフ持ってきますか。クソ、ついたついたわ、あいつヒットも送ってくれ。これ使ったらやばいだろ。やばいっす、マジで。俺命だけやじゃん。お前らボスいなくなるから。ナンバラさんに聞くんで。ティーボーでやっちゃう。日々焼かれちゃう。私は6枚しか取れなかったら。さっき6枚出てたから。そうそう、なんか映画でさ、マフィアのやつとかさ、はい、結構肉のさ、精肉所とかで結構さ、はい、あー、すぐ仕上げる、あんな感じになるプリズンブレイクとかで行きそうじゃん。なんか売り潰されてさ、お前から T ボーン2枚しか食べねえな。なんか売り潰されてさ、やられそうじゃねえ。T ボーンにして食っちまうぞ、マジ。何だったら今からもこちょこちょ言いますよ、みんな。絶対話しよう。マジやばいだろ。はい、お笑い話しよう。視聴者が盛り上げるために使うなよ。絶対使うなよ、マジで。わかりました。お前本当に使うな、殺すぞ。わかりました。でもすごい、本当に、でも俺は、な人と思ったのは、まあ、まあ、すごい、やっぱりやることやってんな。うん、まあ、経営者って、うんとかないとか言うけど、まあ、もちろんあの人もその謙遜しとったけど、外からってやっぱ運ねえな、やっぱやることやってるから、やることやってるから運拾う、はい、うん、でもやることって誰でもできることだよな。まあそうですよね、誰でもできることはできんけど、
じゃあ酒やめるっていうのもそうじゃん。誰でもできるけどできることじゃん。はい。やるのもそうじゃん。でも動いて動いて動きまくるっていうのは誰でもできるけど。継続ですよ、これ。できる。継続ですね。お前。危ないです、危ないです、危ないです、危ないです。まあ、俺もさ、まあ、ミッキーもね、まあ、独立するのがちょうど今日分かったんだね。はい。そうですね。視聴者にも見てもらって応援してもらってると思うんで、まあ、ね、俺も本当に、しっかり。はい。俺もね、もう一回ミッチーが独立するっていうことで、応援の意味を込めての、今回しっかり兜締めっていうかね、はい、スタッフの、まあ、パワーバランスも崩れるから、もう一回気持ち締めて、名前さんと会って、頑張っていこうと思いますんで。はい。とりあえず今日はギャル飲み行こうか。今日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